影の森は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズ第9話。2008年6月7日に BBC1 で初放送された。5月31日に放送された、前編、静寂の図書館と二部作を成す後編である。本作では、タイムトラベラーの派遣社員ドナ・ノーブルが51世紀の惑星規模の図書館のハードドライブに存在する。 仮想現実に囚われ、そこでの結婚生活という偽の記憶を植え付けられる。同時に、もう一人のタイムトラベラーである十代目ドクターは、バシタナラーだと呼ばれる微生物の群れに追われて、図書館のハードドライブに保存された数千人の人間とドナを救出しようとする。また、本作では未来のドクターと近しい関係にあるが現時点のドクターは出会ったばかりである、考古学者。 リバー・ソングの詩が描かれた。スティーブン・モファットによると、襲い来る場所とならだから一行を逃がすために、ソングが使用した正方形銃は、ドクターは踊るで、ジャック・ハークネスが使用したソニック・ブラスターと同じものであると意図されている。モファットは、別れ道の後ターディスに残されたソニック・ブラスターが、ドクターの未来でソングにより回収されたと提唱した。なお、 正方形獣という名称は、さきのエピソードで、ローズ・タイラーが作った名前である。静寂の図書館の現代フォレスト・オブ・ザ・デッドは当初、リバー・アッツ・ランというタイトルで告知されていたが、制作の比較的遅い段階で変更された。コンピュータの作り出した世界にいるドナーの二人の子供、ジョシュとイーラは、スティーブン・モファットの子供とその友人の名前にちなんで、命名された。 エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスがある種のドクターの妻と形容したリバーソング役には制作チームはケイト・ウィンスレットをキャスティングしようとした。ウィンスレットが最初に演技した役の一つは BBC1 のティーン向けドラマダークシーズンでその脚本はデイビスが担当していた。リバーソング役は最終的にアメリカの人気ドラマ er 緊急救命室の出演で知られるアレックス・キングストンが採用され、それについてデイビスは彼女がベラボーに大好きだ。と述べた。ストラックマンラックス役はザ・リーグ・オブ・ジェントルメンのメンバーであることが有名なスティーブ・ペンバートンが演じた。ペンバートンのリーグ仲間マーク・ゲーティスは賑やかな死体から火星の女王まで旧作の脚本を担当し、第3シリーズ。 ラザラスの欲望や第6シリーズドクター最後の日2017年クリスマススペシャル戦場と二人のドクターに出演した。また彼はドラマブラックプールでデイビッド・テナントと共演した。本作と静寂の図書館のうち複数のシーンがツオンジーのブラングインホールで撮影されておりタービスが特記した最の受付エリアドクターとドナが 無人の図書館を見下ろした階段などがある。本作のクライマックスである図書館のデータコアのシーンは、スウォンジーのウォーナーリドに所在する現在、使用されていない、アルコアの工場の変電所で撮影された。他のシーンはオールドスーウンジ中央図書館で、撮影された。CAL のデータバンクでのシーンは、セントニコラスのダフリンガーデンで撮影された。キャサリンテートが本作できた。 ウェディングドレスは、消えた花嫁できたものと同じドレスである。本作の視聴者数は784万人で、番組視聴選挙率は40%に達した。これは、第四シリーズで、そしてこの放送時間枠で最も高い数値であった。本作のアプリシエーションインデックスは89を記録し、これは、第一シリーズ、別れ道、第二シリーズ、永遠の別れ、そして、 前は静寂の図書館と並んで新シリーズで最高値であった。本作は静寂の図書館と共に9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。ありがとうございます。